ごいね。モンブランを使う人はモンブランを送ります。美しさだけなら、描きやすさだけならモンブランでなくていい。え、いいの？江口君、こっちにもありますよ。いい趣味を持つことを贅沢とは言わない。なんかちょっと標語の多い店ですね、これ。ちょっと俺モンブラン興味あるんですけど、買おうかな。え？だって井口君見てこれ、ほら、お祝いの記念にって書いてます。お祝いするようなことないですよね。あなたを含むあなたの周りには今不幸しかないですいや、そんなこと大丈夫ですか。いやでも形とかかっこいいな、これ。これ何もおしゃれな、こんなの持ったことない。12万ですよ、12万6000。このやっぱり会話って甲府の中でもこの宝飾関係とかこういうの多いんですか。そうですね、甲府宝石の街ですので。すごいですね。ちなみにちょっといいですか。はい。僕はこの方、じゃないと思うんです。でもじゃない方いいですよ、もうそれ。一応ね、その企画でやってますから。上の方だけでいいんで、なんとおっしゃいます。田沢と言います。よっしゃー。だから違うのよ、違うの。田沢さん、田沢さんですね。だからよっしゃじゃないのよ、だからもうそっちの方向のいいの、ほらもうわけわかんなくなっちゃってるから、こっちも。実は樋口を探すというロケをやってるんです。はい、そうなんですよ。樋口じゃないなと僕はちょっと思います。じゃない方いいの。あ、お友達にいらっしゃるんですか、ちなみに。いや、探し方おかしいだろ、お前。いや、おかしい。ステを辿ろうとしたろ、お前、今。データ、データ。樋口じゃないことを確認するのに何分使ってるんですか。いや、まあまあ。結構タイトなんですよ、これ、スケジュール。お願いしますよ、ちょっと。さあさあ、ちょっとね、お時間の方も迫ってまいりましてる。どういたしましょうという。ねえ。ちょっとコーヒーでも飲む？道草。まあ、お好きなようにしていただいて結構ですよ。いやね、いや、ズズズズズやのうて。でもコーヒーおいしいよ、この店ね。コーヒーおいしいけど、なんでここ入られたんですか。いや、ちょっとやっぱもう神経研ぎ澄ましてもう集中してたから、ちょっと一旦ブレイクしないと脳がパンクする。違うでしょ。ん？こちらのこのお店ね、画廊道草っておっしゃるんですけど、道草っていうお店で道草するのが面白いと思ったんでしょう。あなたがニヤッとした瞬間、ディレクター中野さんが見てました。正解ですか、ファイナルアンサー。もうすでに出せんだけどな、ファイナルアンサー。いやもう古い、そのパロディ古いんだよもう。正解。いや意外と早かった、意外と待たないモンタさんだって。でもちょっとお時間の方もないですから。あ、そうか、もう4時過ぎちゃった、ちょっとまだ一人しか行ってませんからね。行きますか。もうちょっともうじゃない方はもういいんで。分かった、勝負してください、お願いします。はい、どうですか、なんか気になることとかございましたら、ね、まあ、なければないでいいんですけども。あ、これ結構いいね、これ。え、これ銀座通りじゃない、違う。これ春日モールって書いてますね。いや、いる感じはするね。え、いる感じがする、どういうことですか。いる感じがする。近いよ、これ近い。分からない、僕には分からないですけども、何かを感じてらっしゃるようです。普通に表札見んなよ、お前。普通に表札見んじゃねえよ、お前。お前その手口禁止だからな、お前。見たぞ俺は今。樋口じゃなかったからよかったけど。やべ、捕まった。樋口じゃなかったからよかったけど、お前普通に表札見て探してたじゃねえか今。何してんだよ。すいません、もうしません。ちゃんとしろよ、お前。もう表札しません。何のためにわざわざ甲府まで来てんだよ、お前。いや、よかった、これ住宅街でロケやってたらもうほんまやりたい放題でしたよ、これ。怖いわ。
あ、いや違う。ああ惜しい。いや惜しいじゃない。惜しいじゃない。違うわ。ああ小林さん。ありがとうございます。たまにね、長らくご迷惑をおかけしちゃいけませんから。すいません、ありがとうございました。